はい、私どもにですね、日々ご相談いただく内容の中で、非常勤役員のですね、報酬はいくらまでにすれば社会保険に加入しなくてもよいのですかというようなね、こういったご質問いただくことがとても多いですね。で、これは役員報酬最適化を導入されている企業様だけではなくて、一般にとてもよくいただく質問だと思います。社会保険加入時に代表取締役の配偶者様について社会保険に加入させたくないと、で報酬がいくらまでだったら加入しなくてもよいのですかというような形のね、ご質問いただくことも多いですし、あるいは社会保険加入企業でね、代表取締役さんとか取締役等常勤役員さんですね、そういった方が老齢年金の受給年齢を迎えた時に、このままではね、報酬との調整で、年金をもらえないというふうなことを知ってですね、非常勤役員となって社会保険に加入せずに年金を受け取りたいのですがというような形でね、ご質問いただくこともとても多いです。で、これはですね、どちらの場合も結論から言うと回答は同じになるんですね。社会保険、健康保険と厚生年金保険では、役員さんが被保険者とならなくても良い要件の中に報酬額の要件というのはないんですね。だから役員報酬額がいくらまでであれば、社会保険に加入しなくても良いというような基準はありません。このようにね、答えをすると、最初は多くの方が意外そうな表情をされるんですけれども、でまた税法とかね、健康保険法、厚生年金保険法の規定などが、いろんな規定がありますから分かりづらい点もあるようで、疑問に感じられる方も多いようなので、先日ですね、この辺についてメルマガでね、かなり詳しく解説をさせていただきました。